武藤純ムは、日本のアイドル、女優、気象予報士、ファイナンシャルプランナー、女性アイドルグループ AKB48 チーム系のメンバーである。東京都出身、行島企画室所属、成城学園中学校高等学校、成城大学経済学部卒業、成城大学大学院経済学研究科終了、2011年2月20日、 AKB48 第12研究生オーディションに合格した。4月3日、アクス研究生セレクション審査に合格した。5月5日、チーム A6 ステージ、目撃者公演の前座ガールで、AKB48 劇場での公演デビューした。5月22日、シアターの女神12期研究生お披露目公演に出演。 2012年5月22日から6月5日にかけて投票が実施された AKB48 にセブンスシングル選抜総選挙では速報30位最終結果では49位となりフューチャーガールズのセンターの地位を獲得する AKB48 研究生では唯一のランクインとなる8月24日に開催された AKB48 イン 東京ドーム1830メートルの夢初日公演においてチーム K に昇格することが発表される。11月1日チーム K に移動。チーム K ウェイティング公演のスターティングメンバーとして新チームでの活動を開始する。2013年5月21日から6月7日にかけて投票が実施された AKB483 セカンドシングル。 選抜総選挙で45位となり、ネクストガールズに選出された。7月13日、AKB48 グループ総合プロデューサー、秋元康氏の指令により、AKB カレー部長に就任。2014年2月24日、ZEP ダイバーシティで開催された、AKB48 グループ大祖閣祭りにおいて、チーム A への移動が発表される。4月24日、チーム A へ移動。 5月20日から6月6日にかけて投票が実施された a k b 4 8ンセブンスシングル選抜総選挙で24位となりアンダーガールズに選出される。11月27日発売のンエースシングル希望的リフレインで初のシングル表題曲の選抜メンバーになる。2015年3月26日埼玉スーパーアリーナで行われた。 AKB48 春の単独コンサートを直送、未だ修行中においてチーム経営の移動が発表される。5月、ヤングマガジン、AKB48 グループグラビアモデルオーディションで読者投票において第2位となり、ヤングマガジン専属グラビアモデルとして活動することが発表される。5月19日から6月5日にかけて投票が実施された。 AKB484 ファーストシングル選抜総選挙では自己最高の16位となり初めて選抜総選挙によるシングル選抜メンバーとなる2016年5月31日から6月18日にかけて投票が実施された AKB4845 スシングル選抜総選挙で自己最高順位を更新する10位となり2年連続で選抜メンバーとなる 2017年3月23日、成城大学卒業をツイッターで報告。4月12日、a k b 4 8 4スシングル、選抜総選挙の立候補撤回の申し入れをして、受理されたことが発表される。5月3日、大学院へ進学したことを、ショールーム、ツイッターで報告。2018年5月29日から6月15日に、 かけて投票が実施された AKB485 サードシングル選抜総選挙では自己最高順位を更新する7位となり自身2年ぶりの参加となった総選挙における選抜メンバーに返り咲く2019年4月8度目の挑戦で気象予報士に合格した AKB48 ネサルテレビの企画武藤十夢の明日天気になれを通じて 気象予報士の資格取得に挑戦していたが、不合格が続き、途中からは番組のサポートを断ち切って、死ぬ気で頑張りますと、独力で試験勉強に励んでいた。8月6日、松田スタジアムで行われた野球を通じて、核兵器のない平和な世界を訴える、ピースナイターにおいて、始球式を務める。広島を舞台にした映画、 お母さんの被爆ピアノへの主演をきっかけにした大役となり、当日はキャッチフレーズなどの刺繍が入った特注のグローブと背番号48番のユニフォーム姿で始球式に臨んだ。2020年3月23日、成城大学大学院を修了したことを自身の SNS で報告した。6月5日より、アベマモーニングにて、 金曜日のお天気コーナーのキャスターとして、レギュラー出演を開始した。2021年7月14日、ファイナンシャルプランニング技能士2級の資格を取得した、ことを報告。8月16日、8月1日付で、行島企画室に所属したことを発表した。1830メートルに、収録、次の足跡に収録、ここが、ロドスだ、ここで飛べ。 2. 収録。0と1の間に収録。サムネイルに収録。サウンドトラック。マイコア、レディミュージカルソングスサウンドトラックコレクション。配信限定楽曲研究生。シアターの女神公演チーム B5 スステージ。シアターの女神公演チーム A6 スステージ。目撃者公演チーム K6 ス,ス,ステージ。リセット公演チーム41ショートトーンステージ。僕の太陽。 公園大島チーム K ウェイティング公園チーム K ウェイティング公園2最終ベルが鳴る公園チーム A 恋愛禁止条例公園ポーマンチーム K 最終ベルが鳴る公園小宮山チーム K リセット公園ありがとうございます